どうも、令和チャンネル AKA リルチンポです。いやー、今日はですね、今何時に動画撮ってると思いますか？なんと今深夜の1時に動画を撮ってます。しかも平日ですね。平日の1時に動画撮ってるんですけど、まあ、一体なぜこんな時間に動画を撮ってるのか、それは今日の企画がこの時間じゃないとできないからなんですね。そう、本日の企画はゴリゴリに害悪プレイした後わざと負けて全人類救ってみた。この深夜の1時の時間帯のウィニングイレブンって本当に沼なんですよね。もうセックスも同じだと思うんですけども、始まっちゃったらもうどのようなことが起きようが自分がオーガズムに達するまで必死に腰を振り続けるじゃないですか。これウィニングイレブンも全く同じで、もう一回この深夜の時間帯にウィレ抱いちゃうと、もう自分が気持ちよくなるまでもうやめられなくなっちゃうんですよね。しかも今日は平日なんで、まあ明日学校とか会社とか控えてるのに、もうそのまま朝を迎えてしまってめちゃくちゃ後悔するっていう、そういう人たちが今この時間帯はもうウィレ界隈にうようよいるわけですよ。まあ、そんな人たちを僕はちょっと今回救いたいと。はい、もう普段からウィーレ YouTuber やらせてもらってますから、もうそういうウィニングイレブンやってる人たち救ってなんぼじゃろということで、それとボランティア感覚でちょっとその人たち救いたいんですけど、じゃあ一体どうやって救っていくのかっていうと、まあ要はオーガズムに達させてあげればいいんですよね、その沼ってる方々と。じゃあどういう時にオーガズムを感じることができるのかっていうと、まあ大量得点とか、なんか自分の納得いく攻撃ができるとかいろいろありますけど、まあ、僕が今まで体験した中で最強のオーガズムが害悪プレイヤーにやり返すっていう、要は半沢直樹するのが一番気持ちいいんですよね。あれはもうセックスした後寝たどころか、もうセックスした後シャワー浴びてタバコ吸って寝たぐらいの気持ちよさあるんで、僕の手の届く範囲でその気持ちよさっていうのをちょっと伝えていこうかなと。つまり今から僕はオンチャリに入って害悪プレイガンガンにした後にボロッボロに負けて相手を気持ちよくさせていくっていうあのレーティングを削りながら人を気持ちよくさせるっていう、もう風俗嬢みたいなことするわけですね。まずそれに対してこうなんかその相手の方がどういう対応するのかっていうのも、もう見ながらちょっとみんなで楽しんでいこうという、そういう企画でございますよ。で、まあこの企画をやるにあたってどういうスカットがベストなのかって考えたところ、やっぱ倒した時にザマイビロバーカって思えるようなスカットがいいなと思ったんで、このIQ2 みたいなスカート作ったんで、まあ、これでやっていこうと思います。もう全員アイコニックモーメントですね。まあ、僕が煽る以前におそらくこういうアイコニックモーメントの力に倒りまくったスカートを倒したら、でも普通に気持ちいいんで、もう負けてももうちょっとなんか成功みたいなところありますね。まあ、セックスまではいかなくてもフェラーで抜いてあげたぐらいの気持ちよさはあると思います。理想としてはこれで僕が先リードして、でも鳥かごとかやりまくって、もう向こうイライラさせてイライラさせて、僕がミスって取らせて気持ちよくだっていただくという、もうじらしでじらしてもとんでもねえ大射精かましてやろうという、はい、目指せ潮吹きということで今日はやっていきたいと思います。まあちょっと時間帯的な問題と、あと令和チャンネルが鬼の残業をかましてたっていうこともあって、若干ローテーションで、まあ、ちょっと今日は動画の方を撮らせていただいております。で、まあチーム名に関してはこれ書いて、害悪行為万歳と読みます。お、はい、でもいい感じですね。4-3-3でも普通に強いんですけど、まあ、とりあえずまずは1点取りたいですね。形からはしっかり入れてるんで、まあ、そのままちょっと害悪プレイヤーとしてしっかりやっていこうと思います。まず中入れて、まあ、とりあえず1点取るのが大事ですね。だとにかくお9か、いや厳しいね。まあそこでもうサクッと1点取って、もうそっからですよ、僕の物語の始まりは。お、ナイス、来た来た来た。でこれでルンメ逃げが最高この形ですよ、僕が求めたものは。でもこれもうガンガンにフルパワーします。でも向こうからするともうイラの頂点ですよこの1時の時間帯によう分からん名前のやつに決められて、しかもルンメリゲのミドルゴリゴリのフルパワーもう気分最悪ですよ多分。何が何でも殺してやろうという気分になってると思うんですよ今。で僕はここから何をするのかというと、ガンガン取り越します。もうガンガンに。もう鳥かご祭り。クソみたいな鳥かごますんですよ。ここで。鳥かごしつつ、ちょっとずつ上がっていきましょうか。じゃあ。鳥かごしつつ上がるっていう一番うざいやつね。あの、ちょっと鳥かご以外のパターンでちょっと失点したくないんで、ちょっとここはなんとかして守りたい。あ、OK です、OK です。でもここでもう、こうですよ。もうこうですよ。これでもう存分にイライラしてもらって、でもね、いいことなんですね。これもこのイライラはむしろ何ですか、より良い射精を生み出すので、そうなんですよ、むしろいいんですよねこれは。
あ、オッケーそうです。あ、いいですね、いいですね。チンバシ知ってますね。もう確実にイライラしてますね、これね。もう間違いなくこれスマートフォンにひび入ってますね、これ完全にね。ちょっとこのままちょっとあえてもう一点ちょっと狙っていこうとかなという感じですね。もうやっぱその、こういうやつだから3点取り返したら最高だもんで、もうドリブルが愚直も愚直。もうドスファンゴみたいになってますね、これ完全にね。え、あー、びっくりした。止まったのか思った。そうなっちゃったら終わりだなっていう。向こうがグレちゃったら終わりだからね。向こうがグレて攻めてこんなくなっちゃったらもうそれ終わりだから。じわじわ。あ、いい。このビエラ非常に。あ、もう完璧。いや、マジか。今、フェルナ・トーレスでもうちょっと1点取ってね、もうなんか外役プレイ祭りみたいな感じでやりたかったんですけど。こっからですよ。皆さん。後半、私、シェアチャンネル動かせていただきます。まずボール奪いましょう。あー、OK ですね。もうこんな感じで、もうボールいただきまして。始まりですよ、劇の。ここでもグーン下げて。これでもう、うい、うい、取りかごうい、みたいな。まあ、煽るわけですよ。で、ここら辺とかで、こうやって取られて、やばいやばいってやって、こうやって。おい、バカか。ちゃんと行けや。な、何やっとんじゃ、おい。一回やってやるけんな。まだここじゃないな。自然な、自然な、自然な取りかごミスで。ほら。あ、オッケーオッケー、あっち。ほら、ほら、いけるよ。あ、いい、これこれこれ。いいね。お、気持ちよさそう。いいよ。いいよ、気持ちよさそうだ。かわいい。見てください、この陽気にはしゃぐアフロ頭。どうですか？で、僕はここであえて、カチャカチャします。謎カチャカチャします。で、こっから、何ぞかで眠らせる。もうゴリゴリに、今から戦略をすべてフラストにします。ゴリクソに煽った挙句、今からもうフラストにしかしません。あ、でも相手も相手で、こうなんか、戦略あるみたいですね。ちょっとこっからちょっと向こうが、どうやって出てくるのかめちゃめちゃ楽しみですけど。でもこれ絶対最後負けるんで、はい。もう同点で終わんないんで、絶対負けるんで。まあ、いつかは点取られるんですけど、まあ、ちょっと抗って、まあ、ストーリーが上がった方が、盛り上がるんで、盛り上がるんで、これはいいぞ。あ、でもめっちゃカチャカチャしよう、ここで。やばいやばい。オッケーオッケーオッケー。このガチャガチャが効きますね。あ、よしよし。どうどう。おー、まあ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 、これも最高っすよ、気分は。もう多分今、脳汁がもうブシャーですよ。もう明日学校で話そうってなってますから、今。この間、鳥かごされた後、チャカチャカされたけど、2点返したったわ、みたいな。もう全然鳥かごされても仕方ないぐらいやってるんで、全然鳥かご来るかなと思ったんですけど、まあ、結構意外とちゃんと攻めてくれてますね。これはいい人だな、これは。しかも僕はもうレーティングを贈呈してます、彼に。うん。で。これ決めちゃったらね、同点になっちゃうんで。そうなんですよ。これ決めれないから。で、これもビャイーンってやります、ここね。思いっきりミスってみる。お、うまいこといった。一人の人間を救わせてもらいました。もうちょっと今の試合を経て分かったこととしては、ちょっと積極的にご奉仕する女性のこの精神状態っていうのをちょっと理解できましたね。じゃあ2試合目いきたいと思います。ちなみにチーム名もちょっと変えてきました。ザ・イキリキッズです。まあこれはなかなかいい味出てると思いますよ。もうこのチーム名と、まあ、バイエルミュンヘンでもうアイコニックモーメントガチャガチャ。これはもう決まり手でしょ。どうですか、羽生結弦とスケートリンクでしょ、これは。もうちょっとさっきと同じ感じで、まずちょっと点取って、ちょっと生きて、その後にボコボコにされていきたいと思います。負けてもいいっちゃいいけどね。やっぱその負け方にもこだわりたいっていうところが、まあ本物のプロですよね。僕もただ負けて相手を気持ちよくさせるだけじゃもう飽き足らず。ちょっと負け方にもこだわっていきたいんで。あ、ちょ、ナイス、ビエラ。これはもう行かざるを得ん。あれボールは今見失ったわ。今見失っちゃった。ボールどこ？藤俊介だった、ビエラが。ビエラ。ナイス。来た。これは。こっち。いや、トーレス。行ったね。でも俺ですよ。で、これでもうこうよ、もう。これでこうよ。で、これでもうこうよ。もうこれでもこうよ。これでもこうよ。やりたい放題。で、
僕はなんかバレージとかでなんか調子乗ってドリブルとかしてうざいなこれもう自分がやられて嫌なこと全部やります今からもう多分今お相手はもうそこから肉の芽生えてきちまうんじゃねえかってぐらい右にシワ寄ってると思うんですよ。まあこれを少しずつちょっとほがらかにしていきたいと思います。じゃあまあちょっとここで相手のイライラゲージを貯めるためにカチャカしますここでカチャしますでもここで相手のイライラゲージを貯めます。ここでこれでもうイライラゲージ貯めてその後もうフラスル祭り来てくれ、トリコ来てくれ、取らせるよ、俺は取らせるよくださいってあげるからね、もうそのあれだよ、もうなんかそのナンパ怖くてできないようじゃなくてもう声かけたらあれだから脱ぐからマジでもうそのあれだからもう あとお前が勇気を持って来るだけだから早くちょっと待っておい、トリカゴ取りに来てくれ、早くあ、オッケーオッケー、そうあ、オッケーオッケー、そういいよ俺焦って、俺後ろから行くから、俺これで焦って頑張ってみろバーカやろ。いや、このまま終わったら本当にやばいから、俺普通にあの、万引きしても返すからじゃなくてもう本当に万引きしたい人になっちゃうから、まあ、万引き自体ダメなんだけどね。そう、あ、オッケーオッケー、いいよで、これで多分あ、そうオッケーオッケー、もう見てくださいよ、ほら気持ちいいよね。もう同点ってだけでも多分おそらく彼も今めちゃくちゃ気持ちよくなってるんですよ。そこでイキリキッズぶっ倒して、そんな中さらにここから彼を気持ちよくしていただきます。あ、オッケーオッケーオッケー、理想オッケー、理想、あ、オッケー、来たどうですか。おお、もうこれたまらんやろな、今すごいやろな、今もうベッド跳ねすぎて壊れとるやろもうという感じですね。検証結果、うんこも肥料以上。